ごきげんよう、ガラクタやオルドです。というわけで、なんか来ましたね。予想通りっちゃ予想の通りだし、なんかこういう分け方してくるかみたいなところはあるんですけど、とりあえずメモリアルプログライズキーセット、それぞれ確認していきたいと思います。ね。とりあえずまず滅亡人類から、とりあえずラインナップはこの5つですね。 えっと、バーニングファルコン、スティングスコーピオン、堂々絶命好き、で、アークスコーピオンとユニットですね。いや、あの、滅びだけで3枠取るんかい <laughs> なんか、アークスコーピオンあるんだったら、スティングスコーピオンいらないんじゃねとか、いろいろ思うところはあるんですけど、まあ何やともあれ、 アークスコーピオンと堂々絶命ライスキーが手に入るの嬉しいですよね。<laughs> こいつ高騰しすぎだろ、堂々絶命ライスキー。あと、バーニングファルコンなんで、そこそこの特別仕様のプログライスキーがさらについてくるって考えると、このアソートめちゃくちゃいいんじゃないかなって。こっちのセットはとりあえず即買い確定でしょう。とりあえず俺も予約は済ませました。 <laughs> もう自己承諾みたいな感じですけど、とりあえず今回こいつを予約を済ませました。で、なんか、サイトの説明がこんな感じであって、で、メモリアルバージョンで、まあ、滅びのセリフがあって、で、絶滅ドライバーと連動してて、で、フォースライザーと連動してて、高騰しまくってるこいつと連動してて、 で、滅びのセリフが入ってて、滅びのセリフが入ってて、で、ジンのセリフが入ってて、で、イカズチ兄ちゃんのセリフ入ってるのやっぱりいいですよね。うん、堂々絶未来好きの再販はめちゃくちゃ嬉しいなって。まあ、こいつの価格ぶっ飛んでるんですけどね。8800円はさすがに、あの、これに、送料と、 あと、代引き手数料を合わせると、だいたい9000円ちょい、1万円弱ぐらいするんで、あ、やっべえなって。なんか、やっべえなっていう。で、メモリアルバージョンのキーが4つついて、ドライバーユニットで、まあ、こんなもんかみたいな感じですかね。まあ、ちょっと、スティングスコーピオンも入ってて、滅びで、なんか枠2つ3つ取るのどうなのみたいなところは、ある。 じゃあるんですけど、まあ、こっちはまあ、まあいいでしょう。はい。問題入ります。えっとですね、ザイヤサイドです。あの、ご覧ください。チーターとウルフ。なんと、再録決定です。いやエイムズのね、なりきりセットで回るチーターと開かないウルフだったんで、こっちでもね、親切に。 ちゃんと回らないチーターと開くことができるウルフ。入ってきましたはい。皆さん言いたいことはあると思います。言いたいことは山ほどあると思います。いや、まあ1000%社長も、まあメモリアル化するんだろうなって、俺はクソいらねえと思ってるけど、クッソいらねえとは思ってるけど、1000%社長も、あーメモリアル化来たか、みたいなことはあるし、まあ、 俺は、エイムズなりきりセット買ってないんで、まあ、なんだかんだ言ってね、メモリアルのウルフとチーターが手に入ることは、おそらくいいことじゃないんでしょうか。そして、今回の目玉、ジャパニーズウルフ、こっちに入ってきましたはい。ナきなんでお前こっちにいるの <laughs> 滅亡人類じゃなくて、こっちなのあ、まあ、劇中ではね、ま、ナきは、 なんか1000、1000%社長の道具みたいな扱い受けてましたから、まあ、ありえるっちゃありえるのかなみたいなところはあるっちゃあるんですけど、あんた滅亡人類の一人だろなんでこっちに入ってんだよ突っ込みどころ満載だわ、はあ、というわけで、文句はこの辺にして、ジャパニーズウルフの仕様を見ましょう。えっとですね、まあ、なんか、 音声がドライバーによって変わるみたいで、ショットライザーって一応オーソライズ機能あるじゃないですか。で、フォースライザーにはオーソライズ機能がないっていうのを考えると、今回あのセットするドライバーで音声が変わるのかなと。おそらく01ドライバーとか、ザイアスラッシュライザーにセットすると、なんかオルトロスバルカンの音声が入って、 で、えっと、レイドライザーとか、あと、サウザンドライバーにセットすると、ナキの方の変身音が聞けるみたいですね。で、いつものメモリアル商品仕様ですね。あの、これ、赤ないウルフキーと何が違うの <laughs> 何が違うのかな <laughs> まあ、セリフ数がちょっと違うって感じですかね。はい、というわけで、 エイムズなりきりセットからそのまんま移植してきた感じですかねとりあえずシューティングルフプログライズキー。で、回らないラッシングチータープログライズキー。とりあえず、ベルトと連動するんで、まあいいとしましょう。そして、ジャパニーズウルフ絶メライズキー。これが一番欲しいやつだわ。これが一番欲しくて一番高騰するだろ、こいつが。 こいつのコートっぷりがな、なんか嫌な予感しかしねえわ、もう。そして来ました永遠の24歳、カッコ笑い。1000%社長ですね。まあ、まあね。あの、この前の仮面ライダー01第44話で、そこそこいい仕事してたんで、まあ、株が上がった人もいるんじゃないですかね。俺は絶対許してねえんだよな、なんか。まあ、とりあえず、 なんかメモリアル仕様で、こいつだけ戻ってきました。アルシノはどうしたのかな <laughs> アルシノくんはどうしたのかな ?1000% 社長。<laughs> で、まあ、この4個セットで6600円。まあちょっと、送料と代引き手数料が入るんで、7000円ちょい、7500円ぐらいはしますけど、まあ安い方なのかなと。 メモリアル仕様にしては。で、まあ、サクッと説明欄見て、まあ、こんな感じですかね。はい、とりあえず、ラッキーがザイヤセットに入りました。もちろんこちらも予約しましたよ。いやー、こいつが届いてくる2月が楽しみだなー。あー、金がやべえ。<laughs> 金がやばいんだけど、これで大体1万4000、1万6000ちょいいくのか、もう。 一万六七千円いくって考えると、なんか、やべえな <laughs>。まあ、まあ、この二つで、この二つで一万六千円って考えると、まあ、そんなもんですかね。っていう。あと、この公式ツイートのリプランにて、面白いことを言ってる人がいて、メモリアルプログライズキーセット滅亡人雷ネットが8800円。 メモリアルプログライズキーセット、エイムズが6600円。どっちも買ったら2万以上行くぞ。行きません、行きません、行きません、行きません。行 <laughs> きませんよ。1万7、8000円ぐらいで収まりますからねっていう。こういうね、なんか <laughs>、ちゃんとね、あの、計算してる人もいるみたいで、8800円プラス6600円は2万円いかないんだよな。おかしくねっていう。そして3月にヒデサイズが出るんですね。わかります。 ああ、やっべえなっていう <laughs>。俺もこの可能性触れなきゃダメかな。なんか、気が向いたら、なんか秘伝サイトがどうなるかっていうのを話したいと思います。多分。っていう、なんか、やべえこと言ってるやつがいるなっていうのが言ったりとか、っていう、そんな感じですかね、今回。まあね。滅亡人雷セットが神なんだけど <laughs>、このアソートは神だわ。これで8800円。 まあ大体1万円弱ぐらいだけど、これで1万いかないのは、すげえ良心的だなっていう。まあそんな感じですかね。欲を言えば、なんかスティングスコーピオンの枠にジャパニーズウルフ入れて欲しかな、欲しかったなっていう気はしなくもないんですけど。というわけで今日は、メモリアルプログライスキーセットのなんか2セット。 予約開始されたんで、そちらについて触れました。とりあえず俺は両方とも予約を済ませてあるんで、またうちに届いてきたら、つっても来年の1月とか2月になるんですけど、こいつらが届いてきたら、まあ紹介しようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録お願いします。